監督、それから我々、一生懸命、頑張っていきたいと思っております。
なんと昨日天皇杯の相手も決まりました。10月の試合、これからもまだまだ皆さんのご声援が必要です。ぜひともよろしくお願いします。今日は皆さんがメインですので、存分に楽しんで帰っていただければ私としても我々としても非常に嬉しい限りです。今日はよろしくお願いします。森社長ありがとうございました。続きまして1年間の感謝を込めまして選手を代表し大谷翼選手より全然違うんですけど、ちょっとふざけます。どうも皆さんこんばんは。こんばんは。島根県が生んだキムタクです。キムタクじゃないって？あれ？ちょっとうるさいです。お前は川崎の回し者やって。そうなんですよね。風間監督にこびろうと思って健吾さんにアシストしたんですけどね、その風間監督がクビになっちゃって。本当すごい世の中ですよね。で大宮のファン間でこんなこと他チームのことを言っちゃうって本当はダメなんですけどね。特に川崎はなんだって横谷がまだ揉めちゃうんで。まあ、つかみは OK やった今年5位、年間5位すごいと思うんですけど、このね、僕が言うのもなんなんですけど、一番すごいなって思った人が一人いらっしゃるんで発表していいですか？はい、それはどこ行った？森社長なんですよ。森社長は頑張ってくれたんで、よし、僕来年契約延長いただきました。冗談は置いてきまして、やっぱ高木のグラウンドにスタジアムに毎回足を運んでくれたサポーターや今日ここの会場にお越しいただいた皆さんのおかげだと思うんですよ。いつもやってるネタなんですけどね、大体こんな感じなんですけど、本当1年間ありがとうございました。はい、乾杯誰もやりたがらないってことなんで、ちょっと小道具持ってきます。ほな行きますよ。乾杯ってグラスないけどどうしたの？乾杯の、流れ的な印象、大谷選手、乾杯の選手をですね、指名いただくという形だったんですが、大谷選手がそのままやるんであれば、皆さんが、選手の皆さん、テーブルに移動をという、そういう段取りでやってよろしいですか？はい。なので、はい、じゃあ選手の皆さん、一旦テーブルに来ますので、会場の皆さんもテーブルの方に行って、乾杯の準備をお願いします。はい、選手の皆さんもじゃあ移動をお願いいたします。どこだ、 J 一番奥のやつ。どうもどうも。お兄ちゃんじゃない。お兄ちゃん。
の準備をよろしくお願いいたします。関西セーブにしましたら関西の準備をお願いいたしますね。大谷選手、もう少々お待ちください。すみません、なんか水を差すような形になってしまいました。はい、今着々と乾杯の準備をしておりますので、もう少々お待ちくださいね。はい、さあ皆さん準備の方はよろしいでしょうか。乾杯の準備の方は先ほどいい感じで温まった空気がね、ちょっとなんかリセットされてしまったような形になってしまって、あの申し訳ないんですけども、はい、ということで大谷選手、お待たせいたしました。お願いします。それでは声を高らかに、2016年大宮アルディージャサンクスパーティー